はい、皆さんこんにちは。それではドラクエ11続きやっていこうと思います。さて今ね、7月30日の夜の11時前ということでね、動画しばらく撮れなくって今日忙しくってね、で今回続きをやっていこうと思います。あれ、なんか船があるぞ。なんだこれは。あ、ここね。あ、どんぶらこっこできるな。どんぶらこっこ、まあいいや。ちょっと今回はね、これね、ダハルーネの街を探索していこうと思います。ゴンドラいいですね。ちょっとディズニーシーを彷彿させる。さてさて、少しだけね、レベル上げをしてきました。こんな感じ。うん、よし、気持ち強くなりましたね。さあ、まずはですね、あ、ちょっと待って、私はデルガダールから来た商人なのですが、今故郷で悪魔の子という凶悪犯が脱走したと大騒ぎをしとるのです。そのおかげで武器が高く売れて、あ、やべえ、こいつ私の顔見てよく気づかんやったな。よかったよかった。危ねえ危ねえ。よし、ごめんなさい、ちょっとキャプチャーの画面をちょっと近づけました。時々ね、マウスのね、カチカチする音聞こえると思うんですけど、大抵はなんかキャプチャーボードのね、なんかキャプチャーしてる画面をちょうどいい位置にしてるっていう、はい、というちょっとどうでもいい話を挟みつつ、さて今回はここの探索ですね。ブツブツ、海にはたくさんの謎があります。例えば海上にそびえる光の柱、言い伝えでは海の底の怪人の力が溢れ出ている目印なのだそうですが、不思議です。ほう、水のある場所って不思議だよね。なんかお化けが集まるとかいろいろ言われてるけどさ。ここは、あ、宿屋か。さて探索していきましょう。あ、本がある。レシピレシピレシピ。お、あれ、ルパスの偉業という本だ。天才情報屋ルパス。ああ、あのルコちゃんのパパですよね。裏社会で生きたことのある人間ならその名を聞いたことがない者はいないだろう。お隣の奥さんの秘密から国の大臣がひた隠しにする国家機密まで彼にわからない情報はないと言われている。え、天才かよ、マジか。彼の情報ルートは一体どこにあるのか、多くの謎者がそれを突き止めようとしたが、詳しいことは何もわかっていない。噂では生まれてすぐ天を指差し嵐が来ることを告げたという逸話もあるが、誠に謎に満ちた男である。わーわー、なんかラッキーすぎるのも嫌だし、不幸すぎるのも嫌だし、なんかかわいそうな運命を背負っとるんやな。あ、この本はちゃんと読みますよ。七色ランタンという絵本だ。ポカポカと暖かいある日のこと、お空の虹はふと眠くなって一つ大きなあくびをしました。するとどうしたことでしょう。虹の涙は7つの光に分かれ、そこから青いランタン小僧が生まれたのです。緑の葉っぱをかぶった鬼火どんぐり、水色の炎が燃えるクリオネオン、黄色い体のカーニバライト、そして赤い光が生まれた時のこと、他の色を妬んだ赤い光はオレンジと紫の光を食べてしまったのです。それからというもの、赤い光を頭に角が生えた地獄の送り火として永遠に地獄をさまようことになったのです。うん、これボス戦やっちゃいますって思ったんですけど、なんかボス戦とかね、なんか魔物になってそうですね。なんだろうな。よいしょ。ああ、見晴らしがいいですね。あ、壺割るんですけど、魔法の小瓶、いいね。おお、綺麗な街だよね、ここ。ぐる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 。お、あ、なんかあそこに大きい灯台がありますね。よし。あ、続けましょう。どう？こういう街の探索が大好きでね、ポケモンも、の街の探索はね、必ずと言っていいほどじっくりやりました。はい、だね、実況だとね、どこまでじっくりやっていいのかっていうのがね、なかなか加減が分からなかったんですけど、まあね、皆様からのコメントでね、じっくりやってくださいってお声があったので、あらら、お店準備中、海の男コンテストが開かれるときにはパーッと派手に回転する予定だから、あら、海の男コンテスト、はー、いやー、いいね、海の男。色黒すぎるのも私苦手なんですけど、どっちかというとなんかもやしっこみたいな人がタイプなんですけど、でも海の男みたいなね、ちょっと屈強な感じもいいよね。よいしょ。あ、こんにちは。え、ディアーナという女性を探してる。ディアーナは私ですが、あ、この子、はい。あ、お兄ちゃんからの手紙。あ、これアポロ兄さんからの手紙、ありがとうございます。郵便屋さん、早速読んでみますね。よう、ディアーナ元気かい。パティシエの修行張り切りすぎてないか。まだ頑張り屋だから心配だよ。お前はお前には小さい頃から苦労ばかりかけてきたな。
兄弟二人ようやくあいつから解放されて自由になれた。今の俺の夢はパティシエになったお前の姿を見ることだ。手紙に仕送り金を入れておいたから生活の足しにしてくれ。いつか兄ちゃんにお前の作ったケーキを食わせてくれよね。あれなんかパティシエやってるように見えなくないですか。兄さんたらこんな大金用意するなんて大変だったでしょうに。私も兄さんに手紙を書きます。ちょっと待ってもらっていいですか。でもなんかお掃除してるけどパティシエじゃなくない。郵便屋さん、申し訳ありませんが、この手紙はサマディの西の関所にいるアポロ兄さんに渡してください。お、ちょっとこれやっちゃいたいですね。それと私がパティシエを辞めたことはアポロ兄さんには黙っていて、あ、やっぱりいいのかな、こういうの。時が来たら私の方から話します。それではお願いしますね、綺麗な目をして郵便屋さん。はーい。どうすんのさ、ちょっと、妹からの手紙で舞い上がっちゃってさ、おい、俺、今から会いに行くぞみたいな感じになっちゃったら、あららら、内側から鍵がかけられてる。よいしょ。いやー、シスコンのお兄ちゃんとか何しだすかわかんないからね、ほんとにね。よし、お、合わさないと、ここは、ファンじゃない。あ、こんにちは。私の夫は船乗りですの。世界各地を回っているものですから、よく外国のお話を聞けて退屈しませんわ。近頃はデルカダール王国から囚人が脱走して、あの英雄グレーグも大当てだとか、将軍の手を焼かせるなんて、お掃除囚人。目の前におるで、こんにちは。目の前におるで。じゃあ、ちなみに私は九州の女ですね。よくなんか、関西人ですかって勘違いされるんですが、九州です。はい。でもまあ西日本という意味では、まあ、仲間みたいなものですかね。でも今住んでるのが東日本の方なので、だいぶ方言は抜けてきてるんですけど、まあ地元帰ったら復活するって感じですね。でここが読める本がねえずら、マジか。よし、じゃあ明日降りるか。じゃあ、じゃああれだね、町の探索終わったら手紙を渡しに行こうね、西の関所の方に。あとは、あ、そう、あとこっち上の方か。こっち見てないですね。これ何屋さんだろう。にぎわっとる。おー、なんか骨董市っぽいよね。あ、あ、ちょ、どうした？え、怖い人怖い。え、どういうこと？そこにいる男は昔焼き滅ぼされたバンネルフォン王国の兵士だったとか、帰る国を失うとはかわいそうな話ですよ。バンネルフォン王国はここから北東へずっと船を進めた大陸にあります。今は瓦礫の山がある。まあ行くことになるだけは大丈夫。あー、なんかトラウマなってんのか、かわいそうにな。ね、まあ私そういう気持ちはね、まだ経験したことがないから理解できるかって言ったらまだ理解できないところもありますけれども、帰る家がないっていうのは辛いよな絶対。ここは、あ、入れた。チース。おさん。ハリオの息子のヤヒム坊ちゃん、父親の血を受け継いでよくもまあ優しくて賢い子に育ったもんじゃ。あの子じゃったらお父さんの後を継いで立派な商人になれるじゃろうな。おー、また、知らない名前を出すんじゃないって言いたいですが、まあしょうがないですね。郷に行ったら郷に従わないと。読める本がなかなかないな。あったたたたたた、あった。恐るべき豪商らハニオという電気団。かつてダンハルーネの町は小さな港町だったが、たった数十年の間に目まぐるしい勢いで貿易都市と呼ばれるまでに発展した。たった一代で貿易都市を築いた町長ラハディオ、その偉大な豪商の成功の秘訣はただ一つ、失敗を恐れないということだ。彼は若い時から貿易品が嵐に沈められても、船の中で疫病に侵されても、一日だって船を止めたことはないという。今のダーハルーネの街を支える素晴らしい航路の数々はラハディオの活躍なくてはありえないだろう。おあ、ブラックパール。いやなんかさ、仕事してるとね、リスクヘッジっていうのやっぱり考えないといけないんですよ。ね、リスクからね、いかに身を守るっていうか、ね、いかに失敗をしないで成功させるかっていうのは、まあでもね、逆もしかりというか、恐れないっていうのも大変、ね、大切ですよね。でもその分大変だと思うけどね。ドラクエはね、本当にね、人生の、なんだろうな、人生の、なんだろうな、
テキストみたいな。やばい、ちょっと語彙力がなくて申し訳ない。屋根をつなぐロープが見えるでしょ。以前宿屋さんの子供のラット君がそのあたりをして大騒ぎになったのよ。最近おとなしくしているようだけど、やんちゃ者で有名なラット君のことだから、また危険なことをしそうで心配だわ。なるほど、子供は外に出て遊べってな。よいしょ、ここあれ、ここの絵見たっけ。あ、見てないかな、見てないかな。明日に下るか。あ、いた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 。ねえ、あなた海の暴れん坊クラーゴンのことを知ってる？知らない、イカっぽいけど。あら、知らないの？私も海の男のダーリンから聞いたんだけど、この辺りの海を荒らせる巨大な化け物よ。最近は前にも増して凶暴化してるって話よ。海の男たちからも恐れられてるから、もし海に出るのは十分に注意することね。いや、戦うことになりそうですね。で、本を読む。海の男の心得という本だ。男たるものダーハルーネの地に立つからには、海を前にしても恥じることのない海の男としての己を磨き続けるべし。すなわち荒波のように男らしく、潮風のように爽やかで、海のようにおおらかなものこそ海の男たらん。海の男コンテストはその資格を持つ者を決める男だけの神聖な祭典だ。海の男を目指す心高き若者よ、どうかその名と海を汚すことなかれ。おー、ラハディオってさっき出てきたね。おー、漁師さんとかかっこいいよね。なんかいい感じ、あのヒサロとかで焼いたんじゃなくて、ほんと天然の黒さっていうかね。でもね、築地にね、私一回朝市に行ったんですけどね、そこの人たちは怖かったですね。怖かった。だからなんか極力迷惑、お仕事の迷惑にならないように歩いたっていう。あれ、これどうやって行くんだろう。ここ宝箱あるんだよな。明日から行くのか、これかな。よいしょ、こっちから行けるかな。あ、そっか。でもここ開けないとダメなのか。やっぱりなんか魔法の鍵みたいなやつ必要なんだな。ドラクエ8でいうところのなんか何でも鍵開けられるやつね。魔法の鍵だっけ、まんまだけど、あれが多分必要なんだな。あ、でここが海の男コンテストの場所かな。おー、こういうムキムキはやだな。なんかもうちょっと閉まっててほしい。よいしょ、こんにちは。もうお兄さんどこに隠れたのかな。ちっとも見つけられないよ。私だって隠れたいのに。隠れんぼしてんのか。あ、こんにちは。今年ももうお祭りの時期か。レアルさんが去年優勝したのがつい最近のことの レアルマドリード。え、レアルさんか。いかにも海の男風の格好をしたターバン巻いたムキムキのお方さん。ほう、レアルさん。よいしょ。あらら、さえずりの蜜という魔法の蜜ならば、どんな喉の具合もたちまちに治る。へえ、素敵。カウデルさん。あ、なんか海の男コンテスト本とかで読みましたね。え、いい男が集まってたまんねえな、本当に。おー、たまんねえぜ。お前さんも旅人じゃな。その好奇心と希望に満ちた目、若い頃のわしを見ているようじゃわい。冒険はええ、男のロマンじゃ。お前さんも若いうちは好奇心に任せていろんな冒険をした方がええぞい。そうだね、冒険ってただ外に出るだけじゃなくってね、本当に今までやってないことにチャレンジするのも冒険ですからね。おお、段取りを。ほうほう、さてじゃあちょっともう半分見ていきましょうか。いやー、もう早いな、時間が15分ぐらいになってる。歌が大の得意、へー、神童と呼ばれもてはやされた。へー、なるほど。そうそう、デルカダールからの船が到着する予定なんだが、まだ影も形も見えないんだ。あら、ちょ、なんか嫌な予感がするな。なんかとんでもないことになってんじゃん、もしかして。あ、こんにちは。あなたのような一流の芸術家でしたら、身近に置く美術品や宝石もぜひ一流の本物だけにするべきです。あ、失礼しました。キャプチャーボードが止まりました。いや、よかった。まだイベントとかじゃなくて。じゃ、もう一回見るね。美の結晶、掘り出し物、ちょっと気になりますね。自然物とか動物とか、そういう生き生きしたモチーフが欲しいんだ。芸術家さんのお家かな。ご主人様の絵はかつて植えてたけど、今はめっきり売れなくなった。いわゆる一発屋の画家なのです。あら、
画家とかさ、この YouTube の動画活動もそうだけど、どのタイミングでバッて人気になるかってわかんないですよね。画家とかだったらね、死後、死んだ後に有名になった人とかもいますからね、ゴッホとかね。私たち流れの魔法使いですの、この町の商人は随分気前が良くて、護衛の仕事で儲けさせてもらいました。あ、ここがお菓子屋さんかな。超美味しそう、ケーキ超美味しそう。さっきたい焼き食べたんだけどさって。あなた悪魔の子の話はご存知かしら。あんまり聞きたくないけど、まあその悪魔の子がデルカダール王国に現れて今は逃亡中なんですって。あの将軍グレーグ様やホメロス様まで悪魔の子追ってるらしいわよ。ゲー、これ家にしたらどうするんだろう。昔ユグナーという大国があってね、滅びてしまったのは悪魔の子が原因らしいわ。そういうことか。あーケーキ美味しそう。あ、ダーハルネのケーキはほっぺが落ちるほど美味しいと評判なの。そうそう、よく間違われるんだけど、道具屋さんならこのお店の1階にあるわ。ここを出て外から階段を降りていくのよ。ほうほう、世界中に届けるケーキも作ってる。美味しそう。なんかめっちゃ美味しそうじゃない。これアップルパイみたいなのもあるしね、ショートケーキもあるし、なんかパンも置いてるし、いいなぁ、お腹空いてくる。あ、リアナなら確かにうちでパティシエとして働いていたけど、ちょっと前に辞めちゃったわよ。腕が良かったで残念だわ。次は確かラハディオ様の屋敷で使用人になるって言ってたかしら。今頃北東にあるラハディオ様の屋敷の近くで忙しくしてるんじゃないかしら。リアナに会ったらよろしくね。ほんと辞めちゃったんだね。よいしょ。いやー、甘いものはたまらんちですね。で、道具屋さんが、あ、ここが道具屋さんか。なるほどね。こういう感じになってると。オッケーオッケーオッケー。ここは入れない。鍵がかかってる。いや、早くなんか魔法の鍵が欲しいですね。よいしょ、ここも。入りましょう。あ、ここ飲み屋さん。はい、貿易都市なんて呼ばれてるけど、昔ダーハルーニャ町は小さな港だったんだけど、当時1階の商人だったらハディオさんが各国との貿易を次々と結んでいてね、ここまで大きな港町として成長したんだ。こうして酒場を営めるのも全部ラハディオさん。すごいな、ラハディオ町長、すげえ慕われてんじゃん。よいしょ。お、24ゴールドでしょ。はい、じゃあ、あとは、あら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 、あなた旅人さんね。船を使わず旅をするなんて言ったりしてて憧れますわ。私いつも夫の仕事の関係で世界中の海を行き来しておりますの。たまにはゆっくり旅を楽しみたいでさ。どことなく嫌味な感じやな、この女。わあ、悪魔の子のせい。あー、やばい、ごめんなさいって。いや、でも悪魔の子って言われるの不本意だよな、本当にね。え、生まれただけで何もしてないからね。あ、猫の着ぐるみ。え、1万2000ゴールド持ってないよ。あ、持ってないよ。もうこんなばあさんにも商売が続けられるのは蝶々ラハディオさんのおかげだよ。ほうほう、オッケー。ちょっと待ってね、あとは見てないところといったらこの辺ですかね。で、その後はあれを、手紙を届けに行こうか。よいしょ。ドックにどでかい船が置いてあってさ、どうも旅芸人のシルビアの所有物なんだとか。あんなすごい船を買える人なんて世界でも一握り。やっぱ金持ちなんだな、シルビアちゃん。あ、で、ここか。うん、イベントになった。もう、むーちゃん聞いて。この男の子が意地悪して私をドックに入れてくれないのよ。違います、もうすぐ街でコンテストが開かれるので、今ドックは閉鎖中なんです。ここまで来てなんだそりゃ。つまりそのコンテストやらが終わるまでここを開けられないってことか。はい、申し訳ありません。海の男コンテストはこの町にとってとても大事な伝統行事でして。海の男コンテストですって。何その、乙女心をくすぐる響きね。詳しく教えてくれない。海
海の男コンテストは波のように荒々しく、空のように爽やかで、海のように深みを持つ、その3拍子が揃った男を決めるものです。なのでこの時期になると美しい肉体美を誇るたくましい男や潮風の似合う美男子が次々とこの街に集まって、たまんない、やだ、なんだか面白そうじゃない。それならこの街で少し休んで海の男コンテストを見てから出発しましょう。そうそう、ベロニカちゃんとセイナちゃん、この街のお店には世界中から集まる素敵なお洋服やスイーツが売ってるの。まだ時間があるみたいだし、女だけでショッピングやスイーツ巡りをしてコンテストを待つことにしましょう。海の男コンテストには興味ないけど、ショッピングは面白そうね。私、新しい靴が欲しいところだったの。おい、ちょっと待って、俺たちは虹色の枝を探しに来たんだぜ。遊んでる時間なんてねえだろ。神谷様こっちサイドに、ごめんなさい、私甘いものには目がないんですああ、もうこうなっちゃったらしょうがないですね。まったく、あの女3人組はどうしようもねえな。あれあれ、あらあら、シルビアちゃんも女組にカウンティングですか、神氏。なあ、俺たちは急いでるんだよ。この毒を開けてもらえると助かるんだが、コンテストの責任者は一体誰なんだ。それはもちろん、このダーハルーネの街をわずか一代でここまで発展させた町長のラハディオさんですよ。どんな相手でも優しく接してくれる人格者ですし、会ってみるといいでしょう。街の北東にあるお屋敷にいるはずですから。よし、ムーン、ここの町長に会って毒を開けてもらうよう直接掛け合ってみようぜ。私ね、あの今更なんですけど、あのパート1でオープニング流れたと思うんですよ。でね、それってさ、あのその一番最初冒頭にさ、あの三つ編みのおさげの女の子がね出てきたと思うんですけど、おそらくあの子、ベロニカちゃんの大きくなったバージョンというか、もともとのベロニカちゃんだよなって思ってるんですけど、どうなんだろう。あ、でもネタバレになるから正解書かないでね、みんなコメントで。私はそうだと思ってるんだけど、あとね、おさげの子ってね、ベロニカちゃんぐらいしか今のところ出てきてないから、やっぱり途中で戻るのかな、ベロニカちゃん幼女から元々の姿に。さあ、ちょっと手紙を届けに行きましょう。それでですね、ちょっと歩くんだよね、だからちょっとカットしようと思います。ちょっと北上しますね。はい、では到着しました。あれ、どちらだっけ、こっちか。もう旅の方は戻ってきたか。それで妹の様子はどうだった、あいつは元気でやってただろうか。はい、お手紙渡しましょう。おお、これはディアナからの手紙、わざわざ届けに来てくれたのか、ありがとう。早速読ませてもらうよ。どれどれ。兄さん、お手紙受け取ったわ。私は毎日元気に働いてます。仕送り大変だったでしょう、ありがとうね。兄さんがいつも応援してくれるおかげで、私もパティシエの修行に専念できるわ。昨日も親方に筋がいいって褒められたの。1年前のパティシエになるために、私これからも夢を追い続けるわ。だから兄さんも安心してね。嘘書いとる。いいんかな。ふふ、あいつ頑張ってるな、元気そうでよかった。実はね、私たち兄弟にはろくでもない父親がいるんだ。今はもう一緒に暮らしていないが、ある時足を怪我してから荒れてしまってな、子供にまで八つ当たりをするような、それは最低な父親だったんだ。そんな幼少時代は兄弟二人でずっと耐えてきたから、リアナには好きなことをやらせてやりたいんだ。とにかく元気だと分かって安心したよ。さあ、これはお礼だ、受け取ってくれ。あ、新式武器のレシピ、これいいのかな。あ、ビッグブレード2、バトルフォーク、ローズウィップ、マジで、これいいのかな。はい、わー、ちょっと待って、新式武器のレシピをゲットしたので、ちょっとキャンプちょっと見てみますか。いろいろこれ豆知識も面白いですよね。さてさてさて、ちょっと一回キャンプをする、家事をする、武器、鉄の剣は、あ、でもシルビアちゃん上がるんやな、なるほどな、まあいっか。両手剣、あ、ビッグブレード、わー、まあ作れるんだけどな。結局ね、あのムンちゃんもシルビアちゃんもね、片手剣で行くことにしました。なんでかっていうと、あのメタル斬りを覚えるからですただそれだけっていう。槍、
あーセーニャちゃん、わーなんかどれもこれももったいないけどな。ちょっとシルビアちゃんムッチェもちょっと考えたんですけど、まあ、多分もう11まで来たらあれでしょ、どこかのタイミングでスキルポイントの振り直しっていうのできるでしょっていうのを信じておりますので、はい、一回ちょっと休んでいこう。よいしょ。それではまたダーハルーネの町に戻るとしましょうか。じゃあ今回はあの町長さんに会ったところで終わりにしましょう。じゃあ町までちょっとかます。はい、では町に戻ってきました。さて北東のお屋敷って言ってましたね。北東でしょ、方向音痴だからね、方角がよく分からなくなるという気があるんですよ。東と西、西どっちやっけみたいな。生放送やっててもね、よくねリスナーさんから、あ、相変わらずの迷子ですねってよく言われるんですけど、北東だね。でもお屋敷らしいところあったっけなって感じなんですが、あれここまで来ちゃったら違うよね。北東のお屋敷、え、こっちの方かな。ここ行けないんだよね。めっちゃ高い箱あるから気になるんだけどさ。よいしょ。あ、クエストが発生してる。あ、綺麗な目をした郵便屋さん、いいところに来てくれたわね。あなたにお願いしたいことがあるの。この手紙をソルティコの町にいるセイドンという初老の紳士に届けてくれないかしら。ソルティコの町まだ行ってないところですね。まあ受けましょうか。ありがとう郵便屋さん。はい、それじゃあこれがセイドンさんに渡してほしい手紙よ。ディアナちゃんなんかいろいろ闇を抱えてそうなんですが、セイドンさんのいるソルティコの町はこの町から船を出して北西にあるわ。そこで初老の紳士の方を探してね。私がパティシエを辞めてここで働いていたのも全てその手紙をセイドンさんに渡すため。そのくらい大事な手紙だから丸めて捨てたりなくしたりしないで必ずセイドンさんに届けてね。手紙がつなぐもの、いやちょっとこれ気になるよね。はい、了解しました。ちょっとね、ちょピンクの人に聞くか。あ、一番近くにある、すぐそこの橋を渡って一番近くにある家、ある家橋を渡ってすぐ近く、あれここ、ここ、あ、ここか、合ってた。ここが町長の家で間違いなさそうだな。よし行くぞ。はい、いらっしゃいませ。どちら様でしょうか。あ、男の人だった。召使いが出てくるものだって思って。あんたがラハディオさん、少し頼みたいことがあるんだ。私が町長のラハディオです。一体どういうご用。あ、気づかれた。あんたたちと話すことは何もない。さっさと消えてくれ。あら、え、おい、ちょっと気づかれたか。なんだよ、全然取り合ってくれねえな。あれのどこが優しい人なんだ。というかあの蝶々、お前を見て妙な顔してたよな。まさかお尋ね者なのがバレたか。なんで。あ、ムーン様、神様、こちらにいらしたんですね。実はちょっと困ったことがあって、お姉様が大変なんです。すみませんが助けていただけますか。まったくあのチビちゃんは背が受けるな。しょうがねえ、船は出せそうにないし行ってやろうぜ。ムーン、はい、あ、ということで、あ、ちょっと待ってよ、どうしたの。ちょっと返しなさいよ、私の杖。あんたみたいな子供がこのベロニカ様の杖を使うなんて100年早いわよ。お前だってガキじゃねえか。ちょっと借りるだけって言ってやだろ。ああ、この子、あの前回のパートでチラって出てきた子だよね。ああ、こいつは何があったんだ。道を歩いていたらいきなりあの男の子がお姉様の杖をひったくって、やっとここまで追いかけてきたんです。あらららら、ちょ、喧嘩はやめなさい。あ、やばい、ちょ、カミュニーが来ちゃったらちょっと怖いわよ。あ、ほらよ、もう盗まれたりすんじゃねえぞ。あら、ちょ、キュンってきちゃうよね。これちょっとキュンポイントだよね。ねえ、あんた、私の杖を盗んでどうするつもりだったの。でも大差にはならないわよ。どうしたの。なんだお前、え、どうしたの。ちょ、
モブかって思ったけど、どうしたあーもうしょうがねえな、ヤヒモ。あ、ヤヒモちゃんってこの子なのね。はいはい、俺はラトで、こいつはダチのヤヒモ。こいつはこの町の町長ラハディオさんの一人息子なんだ。こいつとはよく一緒に遊んでたんだけど、数日前に声が出なくなっちまって、何があったかもう聞いてもわからなくてさ。それで魔法使いの杖でも使えば魔法の力でこいつの喉を治してやれるかもしれないと思ったんだよ。あらあらあら、やり方は間違ってたけど優しい子やね。そういう事情ならしょうがないか。それより声が出なくなったってヤヒムって子の方が放っておけないわね。そうね、どうやら喉にとても強力な呪いがかかってるようですわ。一体誰がこんなひどいことを。さえずりの蜜という魔法の蜜があれば呪いは解けると思いますが、それを作るには清き泉に湧く神聖な水が必要ですわ。清き泉の水、そいつが手に入ればヤヒムを助けられるのか。それなら俺聞いたことあるよ。お、この町から西の方に川を遡っていくと霊水の洞窟ってところがあってさ、奥にすごく綺麗な泉があるらしいぜ。なお兄ちゃんお姉ちゃん、俺とヤヒモは小さい時からずっと兄弟みたいに仲良くしてきたんだ。泥棒しておいてなんだけどさ、喋れないこいつからの頼みだと思ってヤヒモの声を取り戻してやってくれないか。まや、君の優しい心に乾杯だな。いいよ。ありがとうお兄ちゃんお姉ちゃん、西の洞窟にある清き泉の水でさえずりの蜜を作って持ってきてくれよな。ちょっと待って、ちょっと待って、この子町長の息子なんでしょうね。これうまくいったらもしかしたら間に取り入ってくれるかもしんないよね。そうだよね。オッケーオッケー、うん、オッケーオッケー。よし、ということで、じゃあごめんなさい、ちょっと今回もあの動画が長くなってしまったんですが、ここで終わりにしようと思います。はい、それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。